ても過去は決して人を忘れない。ジャッジメント。それがどんな意味なのか知りてんだ。教えてやるよ、どういう意味か。母上、俺は犯人を絶対に許しません。俺に用があったんじゃないのか。いいからやめろ、これ以上罪を重ねるな。先生は真面目すぎる。これはゲームなんだ。あとはゲームの相手が現れるのを待つだけだ。本当の目的は俺だろ。関係ない人間巻き込まないでくれ。ご立派なこと。あんたは俺に何してくれる。何でもする、どんな裁きでも受ける。最後のゲームを始めようか。あんたに死んでもらうわけにいかない。どうだ。おじさん、宅配便です。はい。やめろ。この場で俺を殺す。離せ。僕が悪いんです。僕はこの手で3人もの人を殺してしまった。僕が犯した罪は許されるものではありません。取り返しのつかない大きな罪を犯しました。